お久しぶりです。わけあって動画投稿を休んでいた方たちがここぞとばかりに復活したりしていますが、例えば復活動画を出しておきながらそれから一切動画投稿をしていないおサボりボーイズとか、相方の女がしれっといなくなっているピン芸チャンネルとか、あとは料理チャンネルを開設するもダッサい皿に料理を盛り付けて毎回見た目の美しさを台無しにしているラファエルさんとか、2ヶ月ぐらい前にね大炎上を起こした元トップバリューグループでしたっけね。ちなみにラファエルさんが豚肉のテリーヌを乗せるのに使っていたあのヒョウ柄のクソダサい皿の値段知ってますか？調べたところによると、あのクソダッセー皿はエルメスのサラダプレートで日本円でなんと1万8500円もします。高くてもダサい。昔ビートたけしさんが着てたセーターとね同じセンスですね。そんなことよりもですよ、よりもですよ、本当にこの復活ブームに乗ってこのチャンネルも今日から復活します。まあツイッターを見てる方なら知ってると思いますが、実はもうね、とっくにスイスから日本には帰ってきてたんです。そして帰ってすぐに渋谷のハロウィンに出かけてね、その動画も撮ってたんですよ。でもその翌日から風邪で寝込んでしまいました。虚弱おじさんなんです。そして結局メインの方では旅行中にね、スイス動画を上げませんでしたが、サブチャンネルの方にはね山とかチーズとかスイス関連の動画を何個か上げてるんで、気になる方がいればそちらをね、見ておいてください。それでもって今回はそのスイスで撮ってきた本場のマンコ動画をアップしておきます。まあね、綺麗でしたよ。本場のマンコは今回は特別に無修正でご覧ください。奥深くまでビチャービチャービチャー。奥さんすごい水浸しになってますよ。ビチャビチャじゃないですか。水洗式スイス気候。昨日童貞の皆さんがね、大好きなレマンコの近くにあるね、チャーリーチャップリンのね博物館みたいなね、ちょっとアトラクション的なね、とこに行ってきました。ここはねちょっとね、蝋人形とかたくさんあったんでね、その蝋人形たちにね、会話をさせてみました。お聞きください。クレームいいですか？何クレームって。ミックス3のの、重さが違うんですけども。うるせえよ、お前いちいちよ、黙っとけ。あ、そうですか。ミックスサンドの重さが違うの知ってますか？いや知らないよ。重さが違うんですよ。いや知らないですよ。知りません。ラジオ54歳、今ね掃除をねラジオボさんにさせられていますよ。かゆい、むしろ玉もかゆい、心開いてよ、ケツをなめろ。ガラスカップ。